詰めた指の処理、処分はどうしてるんですか。これまあ、P 入れりゃいいじゃんね。あ、P 入るんですか。 P 入るんですか。俺、自分が取ってきた指に関しては、全部食いよ。もう僕だけグル飲み、いや、もうゴクってしか飲めんてよ。骨があるけんもう噛めんじゃん、はい、飲み込む感じね。そう、だけもうグってもう飲み込んで、うん、そのまま水でグッと押し流す感じ。要は、なんでこの食べるかったら、はい、ほら、やっぱ人の何下手打ちじゃないけど、はい、その指で全部終わらせますよって話や、はい、たらその責任者としてね、俺がね、俺が腹に収めるって、ああ、うん、飲み込んで腹に収めるっていう形で俺は全部食ってきた。俺が取ってきた分に関しては受け取ったよって。俺は逆に明日死ぬなら明日死んでもいいかなと思ってダメだよ、ダメだよ、ダメだよっていうのが、ああ今なんかね、俺一生懸命生きとっちゃう、はい、だけどなんか 今までそのやってきたことにしても、今やりようことにしても、なんかなんていうと、一生懸命やりようけん、別にそのじゃあ明日死ぬってなっても、ああしょうがねえかなって思えれるとよ。だけど先のことは、もちろんね、したいことはいっぱいあるよ、はい、先のことで言えば。でも過去のことで言うと、自分がやりたいことを俺全部やってきとっちゃう。だけど人に殺される以外であれば、全然俺はじゃあ明日じゃあ事故で死にましたってなっても、別に後悔は残らん。世の中の人がさ、みんながみんなじゃあ向き不向きの中で向いた職場におるかどうかったら、それは違うもんね。何回な、じゃあ向いた仕事は何回なって自分で思ってその探してもさ、なかなか見つかるもんじゃないやん、はっきり言って。俺も実際さ、じゃあ兄貴のとこの会社に拾われてよ、で、お釣り屋がしたくてしたわけじゃない、うん、はっきり言ってね。そうそう、で、今も別にその防水屋が本当に天職やなと思ってしようわけじゃない。ただ、自分が飛び込んだ場所が防水屋やったけん、だけん、回収工事やったけんこそ、ね、一生懸命にやろうと思ってやっただけの話で、その向いとうか向いとらんかって、で、あんまり職ってやっぱ選べんじゃないかなと思う。世の中のどんだけの人間がね、転職に就いとうかったら、1%、2% やない？転職としてそのやるよう人たちって、その中でみんな一生懸命仕事していきようけん、まあガツンとくる言葉をその言えるわけじゃないけど、そうやってその悩んどう中で仕事しよう人たちの方が世の中には多いんじゃない？で、その中でね、ほら、自分のやりがいを決めていくわけ。で、結局その仕事ってどこに向かないかんかって、自分がどんだけやれるかっていう、そのやりがいやんかね。で、これね、人のせいにする人が多いじゃん。いや、うちの会社はそのやりがいがある会社やないけんって。でもね、やりがいをね、作らんといかんけん、自分から。そうっすね、うん、人のせいにしよったらもう何も始まらんじゃん。世の中の責任であったり、社会の責任であったり、もしくは会社の責任、家族の責任、友達の責任ってするっちゃ。でもね、人のせいにしよう、うちはもうしょうがない。もう目標も持ちきらんと思う。そんなその人生はなくて、自分でやりがいを作りにいかんと何も始まらんと思います。おう、人を引きつけるにはみたいなあれがあったね。ああ、はい、どうしたらいいですかと。それに関してはね、これはね、一つは持って生まれたもんもあるし、で、経験してきたもんもあるけん、その一概になんていうのは言えんちゃうけど、俺がヤクザをしよった時代ね、若い者がどん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 その増えてきた時代に、俺が心掛けとったのって、若い者ってさ、憧れを回してやらないかんじゃん。要は俺っていう人間を、憧れさせきる人間に自分を作り上げらないかんわけね。だけどはったり言ってもしょうがねえや。自分の行動で伴っていかんといかんけん。だけど俺はその若い者に関しては必ず憧れを持たせるようにしとった。私は関東広域の暴力団組員の暴力団の一組員です。現役か。現役、現在組織を抜けるかどうか迷っています。背中を押していただけませんかと。まあ背中を押せるかどうかは分からんけど、でも俺は応援するよ。言うたら現役の暴力団で、しかもなんていうと、
今バリバリやるよ人間とかを説得するつもりも何もないじゃんね。もうその人間はそれが一番いいと思ってやりよっちゃうわけ、うん、だけどそういう人間に関して、いや、やめたがいいんじゃないですかっていうのは言うつもりはない。でもね、やっぱやめたいっていう人の応援はしたいよね。だ要はほら、暴力団をさ、やめたいって思っとう時点でもう目はないっちゃ、はっきりこう、申し訳ないけど切ってしまうけどね、うん、でそういう人間に対して、本当のそのヤクザの生き方なんてもうできるはずがないでよ、これからも。でヤクザってのは本当にすごい厳しい世界やけん、それでそのヤクザの生き方っていうのを全うできるかったら、やめたいと思っとう人間が全うできるはずもんね。ね、ただ頭数でしかないじゃん。そしたらそういう人間がもしちょっとしたその事件を起こしてパクられてしまったってなったら、もう人のことも喋ってしまったりもするし、うんうん、まあ、心がもう弱っとくね、うん、だけもう勇気を振り絞ってね、やめたがいい。その方が例えば嫁さん子供がおるんやったらね、安心もするし、親兄弟おるんやったらそこも安心もする。もし彼女がおるんであれば、彼女とのね、その先のね、見通しもできるし、もしかしたら結婚って、うん、これを機にね、真面目になって、で社会保険のある会社に行こうとか、うん、そういうこともいけるわけね、これから。だけどすごくね、夢がね、夢っていうか、見通しがすごい立てれるわけよね。だけど俺は辞めれるんならもうさっさと辞めて、でちゃんとしたね、こう自分の目標、持てる部分の目標をどん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 持って、でいろんな人間を安心させてやってほしいかなと思う。それが今からの人生でガラッと一気に変わっていくけん、でこれでね、本当に、あ、人生楽しいなって思えると思うよ。俺は本当にね、応援します。やめたいと思うんであれば、いろんな人たちにも言いたい。これは今反社会勢力におる人間でも、ね、現役の薬剤でなくてもよ、ね、今そういう世界におる、でも足洗いたいけど洗えんって、ね、やめ方はいろいろあるっていうのも前にも言ったと思う、ね、うんうん、白と黒は 1% 1% で、その中に 98% があるって。要はあの時に例えばその飛ぶのもいいんじゃないっていう話もした、はい、でもそれ以外にも例えば間に人を入れるとか、お金を払ってでもそこと縁が切れるならそういうやり方でもいいし、いろんなやり方はいっぱいあるけん、これをね、例えば本当に辞めたいって言って、でまたそれを警察に相談しに行きます、で警察の手を借りるのもいいかもしれんし、で警察にどんなやり方がありますかねっていう相談をするのもいいと思う、うん、だけこれからもね、どん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 そういう質問は俺は受け付けていきたいなと思う。でそういう人たちのためにはどんどん俺は応援していきます。俺は賛成、うん、現役のヤクザの人には申し訳ないけどね、お前の発言でね、うちの組員がどん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 辞めていこうかって言われるかもしれんけど、でも俺はもうそっち側の人間やけ、辞めた側の人間で、辞めて本当に人生変わったなって思えるけんこと、こう言える。最初は僕だけで見てたのですが、少し前から嫁と一緒に見る機会も多く、最近はちょっとした喧嘩の際に湯山さんならそんなこと言わないかと、僕と湯山さんを比較され非常に悔しい思いをしています。なんならやりちんツアー私も参加しようかしらなどとまで発言しました。井山さんからなんとか嫁に言い聞かせていただけませんか。旦那持ちの人はもうワンナイトでしか俺無理ないよ。ワンナイトはいい、ワンナイトはいいか。わからんすよ、助けてって言うのに。ワンナイトなら OK だよ。あ、そうね、すいませんね旦那さん。その奥さんに関しては旦那さんもワンナイトだけやったら認めてやって、相手が俺の場合なんでやねん。We are heroes tonight.